新聞連覇とは、中華人民共和国の国営放送である、中国中央電視台が、中国標準時毎日19時から19時30分に放送しているニュース番組の名称である。中国共産党監督の下で制作され、中国共産党中央宣伝部の広報テレビ、報道番組である。中国本土内で、さらに世界で最も視聴者が多いテレビ番組である。 新聞とは中国語でニュースを意味し、連ね派とは中国語でサイマル放送を意味する。放送主体は CCTV-1 と CCTV 新聞チャンネルであるが中国全土の各都市の主要テレビラジオ局でも同時に放送されている。よってこの場合の意味は全国ニュースあるいはネットワークニュースとなる。 原編など、朝鮮系自治地方で、同じ番組で、国内外ニュースを使えている。なお、地方放送局の配信のタイムラグを考慮してか、オープニングタイトルが流れるのは19時3秒からである。この番組は、中国共産党からの指示に基づいて、報道を行っている。また、1982年9月1日より、中国共産党中央機関の明確な規定により、 国家に関する重要なニュースはまず先に、この番組の中で発表されるという重大な位置づけをしている。まず、番組の大半を占めており、番組の主な趣旨となるものとして、中国共産党と中国政府の声を宣伝して、今起きている大きな出来事を伝えるということである。最初に、中国共産党中央委員会総書記や国務院総理、 中央政治局常任委員たちが動いた外交、訪問、外国からの来客との会談、中央政府が開いた会議の様子が次々と放送される。さらには思想教育のショートプログラムやフラッシュニュースまでで番組の最初の25分を費やし、最後の5分を超えない範囲で中国共産党の体制に不利にならない国際ニュースやスポーツニュースが放送される。 放送中に CM による中断は一切ない。キャスター陣のうち、古株は1990年前後から担当し続けた男性キャスター、大安氏の一名だけがいる。近年のキャスター陣交代により、リミズエイト超公民は2014年5月28日に新聞連覇から引退した一方、2007年12月6日から、高明、各胸方、リアズサモエ、 海霞の4名、2011年9月25日から、老栄順と応用夏にの2名が、新たに、キャスター陣に加わった。老栄順は、後、2015年9月に、私生活が原因で、中国中央テレビを離職した。小域地方局では、ウォーターマークが二重表示される。そして、朝鮮族、チベット族、モンゴル族などの自治地方のテレビ放送局で、 中国語バージョンを放送された数時間後に自分の言語で放送されました。64都城センクロイハ新聞王子主派郎、後天外、貧歌日報。2014年5月30日閲覧。麦つばめには、64王主派で当年金平らした届け、言う、作。フランス国際放送。2014年5月30日閲覧。地上人士、欧州持人。 老栄順維持、老栄順次、お記載首スケショウフビバイツマジン費用施工、申請原因。ありがとうございます。